滝沢氏のは、大阪府出身のウィーン国立バレエ団、専属ピアニスト。即興演奏を得意とし、バレエピアニストとして、専門性を深めながら、同歌劇場バレエ公演及び柄公演において、JS バッハピアノ競奏曲第1番、チャイコフスキーピアノ競奏曲第3番等を演奏する、等、ソリストとしても研鑽を重ねている。大阪府出身。 東方学園大学短期、大学部ピアノ専攻卒業、同学部専攻科修了。在学時よりオペラ及びバレエ伴奏に携わり、舞台芸術のコレペティを志す。自力でバレエスタジオやオペラ団体の伴奏の仕事を得て、4年間いくつもの現場を掛け持ちして経験を積んだ。2004年、在学中から憧れていた新国立劇場バレエ団のピアニストに、 国内外のアーティストと共演するうち、本場欧州の劇場での経験を積みたい気持ちが大きくなっていった。海外で活躍する知人の紹介でヨーロッパのいくつかの劇場を見学したところ、運よく次のシーズンからウィーン国立歌劇場で一名決意が出るときと重なり、彼女は憧れのウィーン国立歌劇場の専属ピアニストとなった。2011年冬。 欧州各劇場の門戸を叩く就職活動旅に出かける。そこで一番の憧れだったウィーン国立歌劇場と専属契約を結び、同年夏、ウィーンに移住。即興演奏を得意とし、バレエピアニストとして専門性を深めながら、同歌劇場バレエ公演及び柄公演において、JS バッハピアノ競奏曲第1番、チャイコフスキーピアノ競奏曲第3番等を、 演奏する、と、ソリストとしても研鑽を重ねている。2016年12月、自身初のレッスン CD を発売。ウィーン国立バレエ団の芸術監督、マニュエル・ルグリンが CD にコメントを寄せ、篠は宝物です。と彼女のアーティストとしての才能を評価。それに対し、滝沢しは公式ツイッターで CD に寄せていただいた監督のお言葉について、 バレエの神様マニュエル・ルグリンがこんな風に言ってくれたという考えよりも、両親以外で、宝物などと言ってくれる人とこの人生で出会えたことに感動。初めてこの言葉を見たとき、その尊さに涙がこぼれました。心に染み渡ります。日本時間2016年12月14日3時41分と呟いている。第一回堺ピアノコンクール金賞。 1> 第1回21世紀ピアノコンクール金賞2001年ピテナピアノコンペティション全国大会入賞公式サイトありがとうございます。